有機電子論とは、化学結合の性質及び反応機構を、電化の静電相互作用と原子を構成する値電子とにより説明する理論である。有機化学の領域では単に電子論と呼ばれる。1910年代に、ギルバート・ルイスの研究により、宣弁がつけられ、1920年代から1930年代に、 イギリス学派のロバート・ロビンソンやクリストファー・ケルク、インゴルドたちの研究により、有機電子論が確立した。有機電子論は、経験的パラメーターを使用した定性的な理論である。したがって、量子力学により、電子の挙動を記述する今日の量子科学的、反応論のような精密性は持ち合わせない。一方、対象となる反応物分子の反応元と他の元の、 配置が決まれば、化学反応が生じる位置や方向を推定するのには十分であることから、科学者が化学反応や合成計画を直感的に扱うには便利な理論である。しかしながら、定量性がないために、例えばペリカン状反応や方向属性などのように、本来の有機電子論では扱うことができない反応や化学的性質が存在することも事実である。 しかしそのような事例に対しては、例えば、超強薬の概念など、量子化学の知見をパラメーター化して、有機電子論を拡張することで対応することも可能であり、そのように、量子化学概念で拡張された有機電子論は強的な意義を失ってはいない。ルイス以前には、科学結合の概念を表す、原子化と原子構成要素の電子との間には明確な、 関連性は見出されていなかった。すなわち、ドルトンの倍数比例の法則から原子には結合部分を概念的に表す原子化というものが存在し、化学反応においては原子と原子の原子化を重当するように新しい結合が生成することが知られていた。言い換えると原子化とは原子が他の原子と連結するための接合部位の数であり、 原子と原子との原子化が充当された結果として、化学結合が生成している。それゆえ、原子化が表現している実体は、化学結合の物理学的実体と等かと考えられた。その実体に関する研究は、無機化合物において先行し、原子化の変化は、酸化数変化と対応づいており、電子の移動が原子化が表現している実体であることが明確になった。同時に、 電子の移動により発生する電化の偏りから生じる静電的相互作用の力がイオン結合の実体であることも判明したので、電子が原子化と化学結合の主体であると説明づけられた。一方、無機化学とイオン性個体の対極に有機化学と共有結合性個体が存在しており、当時から両者の間は性質が連続的に変化することは知られていたので、 有機化学の共有結合では、電子がどのように関与しているかの理論構築が求められるようになった。これについて、先弁をつけたのが、ルイスの値電子理論である。ルイスは、第二周期元素について、他の原子に電子を与えうる、最大数に相当する、原子化と他の原子から電子を受領する、最大余地に相当する、逆原子化との差が、 どの元素も8であることに着目し、元素の原子構造には化学反応に関与する核とカーネルとから構成されると論じた。ルイスの値電子理論では値電子の性質として次のように述べている。核原子は電子核を有し、電子核に存在する値電子の最大数は8である。結合している原子同士は電子体を移動させることで値電子を共有する。 すなわち、この場合の電子は体をなして移動する。ルイスは、値電子理論を、ボーアの電子モデルとは、独立して提唱している。値電子とルイスの電子式合わせてルイスは、化合物における値電子の共有状態を表すために、ルイスの電子式を提案している。すなわち、化合物の原子を結合しているもの同士が、隣接するように配置し、共有している値電子を該当する。 元素記号の間劇の二つの点で表現する図式である。ルイス化学式は値電子論の表現形なので一つの元素記号の周囲の点の数の最大値は8になる。また、ルイスが指摘しているように二つの原子の間の電子の共有は電子体を単位とするので、ルイス化学式においても共有されている電子は必ず体を形成している。ルイスは電子核の概念を 提唱はしているが、なぜ電子核を構成する値電子の最大数が8であるか、なぜ電子は体で動くのかとか、電子核を共有するということが、なぜ生ずるのかという原因については説明しきれておらず、値電子の理論を仮説として有機電子論を構築している。実際、これらの仮説の疑問に対する回答には、量子科学的な化学結合の解釈が必要となる。 例えば、電子核の最大数は、原子軌道の数で規定されており、そのために、値電子の最大数が決定されている。また、電子が体で動くのは、核原子軌道には、パウリの排他率により、最大に電子しか占有できず、フント速で示されているように軌道上に、単独の電子が存在するよりも、軌道上の電子体の方が、エネルギー的に安定なためである。また、 共有結合で電子核を共有することの意味は原子軌道が混成してシグマ結合軌道を形成し元の原子軌道から電子が遷移することである。右上の図で水の場合の共有結合をルイスの値電子理論と量子科学的な電子軌道のエネルギー順位で示している。ルイスの値電子理論では水素と酸素とが共有結合をすることで 酸素の値電子が8になり、安定化であると説明される。一方、量子化学的には、水素の S 軌道に原子分と酸素の S 軌道1個、P 軌道1個の、K4 個の原子軌道が混成により、分子軌道を形成すると考えられる。すなわち、シグマと、シグマとが2個ずつ、K4 個の分子軌道が生成する。そこに水素と酸素との原子軌道から、パウリの排他率を満たしつつ、 エネルギー順位が最も低くなる組み合わせで4つの電子が入って共有結合が形成されている。言い換えると量子化学では生成する電子軌道の順位を定量的に扱うことが可能であり実際共有結合が生成するのは原子軌道と分子軌道とを比べるとエネルギー順位的に分子軌道の方が低いのでエネルギー的に結合生成が優位になるためである。 しかし、単に反応前後の分子の構造に着目するだけで、あれば、量子科学的な分子軌道のエネルギー順位よりは、ルイスの構造式の方が、反応形式のシンボルとして直感的にわかりやすく、モデルとして使いやすいとも言える。またルイスは物性に着目して、極性分子と無極性分子という区分を設けて、化学結合について考察している。 すなわち分子を構成している結合は、典型的な極性分子とその対極の典型的な無極性分子との間に位置づけられると考えている。ここでいう極性分子とは現在でいうところのイオン結合であり、無極性分子とは同種元素間の共有結合性の単結合である。言い換えると、分子を構成する化学結合はイオン結合から、 共有結合へと性質が連続的に変化する中間の性質を持っており、ある結合を取り上げてこれは、イオン結合あるいは共有結合と弁別的に捉えることは困難である。もちろん、典型的なイオン結合や、典型的な共有結合というのも存在はするが、分子を構成する化学結合の多くは大なり小なり、両者の性質、すなわち共有結合に分局が生じており、 分極の程度は結合を介して相対する元素の性質や周囲の静電的な環境変化によって決定されるとした。そして分極の度合いが進行した極限では共有結合の性質は失われ生と不との4体からなるイオン結合となると考えられる。詳細は有機効果を参照ルイスは分子の双極子モ指メント測定結果から ある原子の静電効果が結合を介して隣接する他の原子の静電効果に影響を及ぼすことを指摘している。例えば塩素原子が結合した α 位 β の炭素は連結数を減るにつれて作用は減弱するものの塩素原子に電子が引き付けられ塩素原子が存在しない場合よりも値電子の作用が減弱した性質を示す。このように電子親和性が 化学結合を介して他の原子の静電的環境に影響を及ぼす作用をロバート・ロビンソンは有機効果と呼称した。有機効果が物理現象として明確に現れる例として置換気と酸または塩基性の強度との相関が挙げられる。例えばカルボン酸誘導体に対して電子吸引き元である塩素元が置換したケースについて説明する。 酢酸に対して、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、そしてトリクロロ酢酸のプコを次に示す。このように、塩素の置換数が増大するにつれて、共産性となる。言い換えると、カルボン酸の大きな酸素上の電子密度が低いほど、乖りが進行しやすく、この例では、塩素の愛効果により、酸素上の電子が塩素側に引き付けられ、置換した塩素元の数が多いほど、 愛効果が強く現れ、プコが減少傾向を示したと説明することができる。逆の例として作産にメチル元を置換した例が挙げられる。メチル元は電子共有性を示し、それが愛効果によりカルボン酸の電子密度を増やし、プコが増大したと説明することができる。このように電子吸引きの有機効果を愛効果、電子共有性の有機効果を 愛好家と呼称することがある。また、肺結合を政府の4体が接合した状態とみなすことができ、肺結合で示すことの比喩で愛好家が存在する共有結合の記号で表示する場合がある。詳細は、メソメリー効果を参照メソメリー効果有機反応論においてカルボニル化合物などに存在すると想定された分局を生じる機構を クリストファー・ケルクインゴールドは、メソメリー効果と呼んだ。すなわち、カルボニルの二重結合が立ち上がり、カルボニル炭素がまさにカルボニル酸素が、負に分極する気候の故障である。なお、強薬カルボニル系化合物などで、メソメリー効果と言うべきところを、有機反応論の後に発展した、量子化学分野の原子化結合法の概念である、共鳴効果と呼称することがあるが、 有機反応論には、共鳴の概念はなく正しい用語の使用方法ではない。一方、インゴルドのメソメリー効果に先立って、ロビンソンは、互い変異性の気候に類似した、電子体の移動で分局が転移する機構を示唆しており、その機構をエレクトロメトリーあるいは及ぼす効果に、対してエレクトロメトリー効果という故障を与えている。有機効果はベータくらい。 すなわち共有結合した原子で2つ以上を介した場合はほとんどその影響がなくなるのに対して、協約した二重結合系のメソメリー効果はより広い、感覚があっても効果の作用を表す。メソメリー効果の例として、アニリンと P トルイジンの塩基性の違いが挙げられる。P マイナスに置換したメチル元からの電子共有性を示し、それが M 効果により、 窒素原子上の電子密度を増やし塩基性が増大したと説明することができる。分子の特定の位置について、電子密度、このような効果を持つ地換気を電子吸引性元、あるいは電子供与性元と呼び表す。電子吸引性あるいは電子供与性は単に電気、陰性度の差だけでは説明できない。すなわち前述の有機効果、メソメリー効果等が複合的に作用するので、 方向属性や、強約系の存在やトポロジー的な位置関係によって、現れ方が変わってくる。有機効果の場合、電子吸引きのものを愛効果、電子供与性の場合を愛効果と表すが、炭素よりも電気陰性度の高い原子は愛効果を示す。またアニオンは愛効果を、カチオンは愛効果を示す。メソメリー効果の場合は、電子吸引きのものを M 効果、 電子強要性の場合を M 効果と表す。表のこれらの強度は傾向あるいは相対強度を示している。相反する効果が相乗した場合などでは、量子科学的計算などで絶対値を推定する必要がある。例えば、メトキシモトが痴漢したベンゼンの場合、隣接するオルトイ炭素に対しては、酸素の電気陰性度による I 効果でわずかに電子密度を減弱させ、メータくらい。 パライにはさほど影響を与えない。それよりも、酸素の非共有電子体の押し込みによる、M 効果で、オルトマイナスパライ炭素への電子密度を増大させる、効果の方が、支配的であるため、メトキシ元は、方向環上の旧電子置換反応では、電子共有性元として作用する。これらの効果を、パラを呼びめた地換が安息鉱酸の3回理定数を、元に、定量的に評価。 予測する、経験則として、ハメット則が知られる。ありがとうございます。